こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。本日は M カップでございますね。はい、パーフォーカープということで、まあ早速なんですけどやっていきましょう。でね、ちょっとごめんなさい、一つ修正しなければいけないことがあって、何かっていうと、まあ今日のカップは関係ないんだけど、今後半に移ってる残りの10個のカップって僕初見なんですよね。はい、初見なんですよ。だから全くもって訳が分かってないので、コースもむちゃくちゃなところに行くので、まあいきなりですね、なんだろう、1位、まあこういうことも起こるし、1位を取ることが果たして可能なのかっていうと全然自信がありませんと。まあそんなことはどうでもいいんですけど、任天堂アカウントと連携して、その全部のカップの1位を取っていないものっていうのをやろうと思ってたがゆえに、まあ別のね、アカウントでこれまで入ってたんですよ。そうすると、この追加カップ、追加カップってやつですね、を、購入するための、なんだ、じゃあ、任天堂アカウントと連携がしていなかったかっていうゆえに、そのせいでね、残念ながら、前まで遊んでたカップじゃない、前まで遊んでたやつでね、購入するか、じゃあ遊ぶことができませんでしたって、めちゃくちゃもう喋ることがグダグダになってるし、なんかわかんないけど、とりあえずいけた、やった。一瞬こんなもんか。はい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 。よいしょ。よいしょー。おい、オッケー。で、コイン、コイン、貸して、オッケー。でね、そんなことも言いながら、なので、今違う任天堂アカウントと連携してやっているので、家族が遊んでて、もうすでにね、なんか、優勝したりとか、まあ、あるいはその、なんか、上位進出しましたっていうので、結構ね、なんか、遊んだ形跡があった。だから、僕自身は初めて遊ぶから、あれなんだけど、なんか、じゃあ今日は何々カップやっていきますっていう時に、あれなんかもうすでに取ってんじゃんっていうのがある可能性があるんですけど、それはもうすいません、僕なんか、3周目だけコースが違うんだけど、なんで3周目だけコースが違うという罠が待っている。大丈夫かこれ。うん、っていうことなので、まあ、そういう、なんか逆走してるやついない？あれ？これ逆走してる？んなことないよね。んなこと、あ、そうだよね、そうだよね。安心して安心してって。よし、オッケー。という事情が、裏事情があるということだけ、なんかキノピカがすごいところから来ている、うん、っていう裏事情だけがあるので、あれなんかすでにクリアした形跡があるけど、なんかお前やったことがあるんじゃないかっていう疑いを持たれるかもしれませんので、はい、このポータルはっきりときます。全てのコース、初プレイでございますんで、はい、初体験童貞を捧げますということで、早い、やばい、ギリギリガッシャー、オッケー。初見でも1位なんか簡単に取れるんです、ザラミサルピ。いや今回ベビーマリオが早いんですね。警戒しとかないといけないですね。はい、いやー、なんかこの2点だから、そう、なんかね、遊ぼうと思っても全然ね、後でっていうのばっかりが出てきて、いや全然遊びねえじゃん、どうなってるってなって、よくよく調べてみたら、あ、そうか、連携してねえからこれ購入してねえことになってんだってことに気づいて、はい、仕方ない、残念ということだったんでね。うしょー、てる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 てちゃてるちゃ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 、危ないの持ってやがるな。うい、いつあいつ、あー、お前うまいな。ターボを済ませた後に痛い、お尻だけはやめて。よいしょよいしょ、おい、危ない危ない危ない、お前で抜いてから、あ、じゃあお前で抜いてからっていうのはおかしいな、お前を抜いてからだな。なんかあらぬ性癖でなんかちょっと大変なことになりそう、今のが言い方だと。まあまあまあいいか、別に。うい、よいしょ、オッケー。ああ、危ないもの陳列剤がいる。よいしょ、ああ、ちょっと恋取りやがった、あの野郎、このクソ野郎が、おら、ういお返し、オッケー。やばいな、やばいな、やばいのがいるな、やばいよ、やばいよ。あー、なんでこう、時々の操作ミス。うまい、調査あれ、ダビッドソン。ちょ、後ろにさ、緑色だからって、緑のうんこ引き下げるのはよくないと思いますよ。よいしょー。あれ、ターボが効かなかった。うわ、しかも危ねえのぶら下げてやがんな。緑のうんちはダメだからって急に赤いうんちにしやがった。よいしょ、おい、オッケー。ドーン、あれ食らってないぞあいつ、どういうことだ。
あ、間違えたよ、間違えたよ。イカスミスパゲッティになっている場合じゃないよ。おいおいおい。はい、はい、オッケー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 。間に合いの。はい、くるくる回ってさ、バービーサラセオンライン1位連続2回、ブーッ。そう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 。なんかさ、ちょっと待って、コーヒー飲む。なんかさ、この前のパートだったかさ、この前の前のパートだったかわかんないけどさ、なんかおごりおごられ論争でさ、アホみたいな会話してる女子がいるみたいなさ、話をした時にさ、なんかモノモンス系のやつが来たんだけどさ、急にいきなりさ、知るかっていうのがまず結論なんだけど、もうさ、もう、なんだろう、おごりたきゃおごったらいいし、おごりたくなかったらおごらないでいいっていう結論じゃダメなのっていう。なんでさ、男はおごるべきみたいなさ、女はごちそうして叱るべきみたいなさ、なんかどっちからその、0か100かみたいな感じなの。もうさ、人間なんてさ、もうさ、持ちつ持たれつみたいなもんじゃないですか。ね、女性だってさ、男がいなかったらさ、子孫残せないです。男だって女がいなかったらさ、女性がいなかったらさ、子孫残せないわけだからさ、もう適者適存というかさ、もうなんかもうね、仲良く生きていきましょうよっていう話でさ、でさ、もう今の時代さ、男だ女とかだ関係なくてさ、報道した人がさ、もうさ、普通にさ、生きていくことができるわけじゃないですか。生きていけるっていうかさ、金稼いでさ、幸せに生きていけるわけじゃないですか。なんでさ、男女平等を求めてさ、いろんなことを訴えるくせにさ、飯をおごるときだけ急にさ、男尊女卑みたいな感じのさ、自分からそれをさらけ出してるのって、バカじゃねえのって思うの。だからもう、楽しい時間を共に過ごして、あ、じゃあこの人だったらご馳走してもいいかなって、お金払ってでも、食事した価値があるかなって思ってもらえるように、振る舞うっていうことをまず最優先したらいいじゃねえかっていう思うんですよね。どう思います皆さんね。だから僕も下手くそこんなことを言ってるからこうなっちゃうんですよ。そう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 。だから僕も楽しかった人はそのまあもちろんね、なんか年上の方だったりとかすると、いやいや、ブルーホース君ここは僕が出すからいいよというふうにご馳走してもらうんですけど、それは多分ね、年齢云々とかってあると思うし、ただでもね、いや僕も出させてくださいよっていうふうに必ず言うようにはしてる。だってその人楽しかったらね。で、あんまり楽しくねえなーって、なんか自慢話だけ聞かされてあれだったなと思った場合には、いや、ありがとうございますっていうふうに済ましたりとかする。結局そういうもんだって、対価ってそういうもんだから、うん、お分かりね。そういうことをきちっとね、把握しておかないと、もうね、ただただね、おごってもらうことが当たり前みたいな女子が結局そうやって毎回くだらねえ炎上かましてさ、で、男からも女からも支持得られねえさ、だってなんかさ、女の人からもさ、なんかさ、そういう TikTok だったかなんだか分かれて、俺 X で見たけどさ、なんか、同じ女として気持ち悪い、気持ち悪い、ほんと気持ち悪いんだけど、キモいんだけど、キモいんだけどって、ひたすら言われてたし、言ってるさ、超かっこいい お姉さんのさ、なんか、動画とかあったじゃないですか。ああいうことなんですよ、結局ね。どうしてか同じ性別から見てもそんな風に思われるっていうことは、結局ね、そういう意識で生きてる人はね、気持ち悪いんですよ。お分かりね。はい、オッケー、ごちそうさまでした。ありがとうございます。今回はスッといけそうですね。めちゃくちゃ土ぼこりで、もうタイヤがドロッドロになってるけど、はいね。だ、僕も何回も言うけど、男だろうか女だろうか関係なく、まあ後輩とかね、同僚とかだったらさ、やっぱ対等立場ってのはあるけどさ、結局ね、僕がお金払う理由っての楽しかったっていうの当然あるけど、もう一つはさ、極力その自分がその話をたくさん聞こうっていうことは意識するけど、まあみんなね、ゲーム実況なんかやってるやつなんかの言うことなんか信用ならねえっていうのはもうおっしゃる通りで、大体ね、曲がれない。大体ね、僕ね、おしゃべり好きだから、結局僕の方が喋るんですよ。うん。だから喋って、たくさんの話を聞いてくれたっていう、ありがとう、プラス迷惑料みたい。あれ、なんか、ものすごいことになってる。よいしょ。ありがとう、プラス迷惑料としてお支払いしているっていうふうに思ってもらえたら、それでいいんじゃねえかなって思うんだけどね。ねえ、本当に。金なんか天下の回り物だからさ、で、金がねえとかって言ってるのは、結局そいつの生活の仕方が悪いだけで、で、まあ、これはまあ、なんかどっかの機会で話すけど、今ね、残念ながらね、日本、嘘だろ、ありがとう、キノピコ。感謝。ね。あらららか、ふっくなんてことだ、それを取られるのはまあまあ痛え。よいしょ。そう、今のね、日本はね、程よく貧乏にさせることによって、江戸時代みたいな過ごし方をしてるっていう話なんですよ。で、なんでこれの方がいいかっていうのは、まあ、いずれどっかで話すよ。多分次のパートくらいでもなんか覚えてたらベラベラ喋りますよ。偉そうになんかこういうの、なんかどっかで得た知識をあたかも自分が調べたかのように喋るっていう、なんかこう偉そうにするのが、痛い！殺す。あの赤いやつ殺す。あ、目の前のコーラーが赤いやつじゃなくてね。
うい、オッケー、あれ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 、全然オッケーじゃない、ちょっと、なんか今日はあれだね、反応が悪いっていうか、全然無理だね。よいしょ、オッケー、オッケー、オッケー、発射、準備、オーライ、ピョイン、ピョインとバーム、うい、まあ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 、まあ、最終レースくらいはね、こういうね、ちょっとスリルのある戦いじゃないと困るよね。よいしょ、ちゃっちゃっちゃらちゃっちゃちゃらちゃちゃらちゃ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 、オッケー、ああ、防御が欲しかったな、防御が欲しかったんだけど、そうはいかが、問屋が下ろされてか、これどっちから行くのが正解なんだろうね。はい、パフ、着チンコ、オッケー、2コイン、危ない中いっぱいまた暴走してる、こんな溢れるコースってあんのか、あんなに兵法が生き生きとしてるのハーコースなんか初めて見たぜ、やっ、ハグロマックイエスオッケー、今日はわずか10分ちょっちょちょっちょ、最後の最後で言ってる言葉が情けなくなるんですよね。まあ、10分少々でね、クリアすることができたということで、はい、お疲れ様でした。いや、新コース M カップですね。はい、早速いきなりいいということで、エップとかってさ、アップのそれを支える父バンドってね、わかんないけどさ、うん、いや、まあなかなかでもこのコースは最後ね、最後こそすごい差が空いてたけど、すごいあれだね、最後は最後で、うんうん、でも白熱した戦いが繰り広げられましたね。最後は最後で、は？もう日本語になってないですけど、はい。ということで、幸先よくですね、クリアすることができました。初見プレイでもがっつりとクリアできるよっていうところをね、しっかりとやっていきたいなというふうに思いますんで、残りの9カップですね。はい。M の次は N カップ頑張っていきたいと思いますんで、次回もチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してご覧ください。ではまた、バイバイ。